ああ、村だ。いや、別にこの村を目指してたわけではないけど。あと扱いひどいんだろうな。ずいぶんと静かね。もしやクライブ様では。おっと。私、ハンナです。マドックの家内の。マドック夫人。ごめん、わかんない。誰？私があの頃のままクライブ様もジル様もよくそご無事でおられました。ハンナ様、あなた将軍、ジル様、将軍あの一番最初稽古してくれた人。ああ、そのための、ああ、やっぱそうだ。フェニックスゲートが襲撃された際、謎の召喚獣の放つ炎に巻き込まれた。じゃあ死んじゃったのかな？お二人も燃え尽きちゃったの？ここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、ヤオさん、スパチャありがとうございます。幼いお二人だけで旅なんて。そっか、前ベアラの首なかったもんね。いろいろありました。でもなんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか？ロザリスはさっき言ったところかな。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれで良いのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。すごい怒りが。ロザリアがザンブレクの属領。アナベラって誰？ああ、お前か。母親ですね。でから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。様ってつけるんだね。ええ、そうですね。私ったら、ああ、クライブ様の前で。いいんです。おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。でやばい。さか将軍も。でも自分がやったって多分思ってるよね。まあクライブ様、お顔色が、旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。せっかく部屋を用意してくれたのに。拒否ったんだ。いや、甘えられないさ。まあ自分が
その夫を殺したって思ってるとね。あなたの着替えも用意してくだされって。ご好意に感謝しましょう。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。まあ弟生きてるけどね。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。これはあれかな、ストーリー序盤のやつかな。主人公が助けた時の。自分を保てなくて、おかしくなってしまいそうで。ねえ、子供の頃、二人で月を眺めたのを覚えてる？覚えてる。13年前のことだったら。あの時、メティアにかけた願いは叶ったわ。あっ、昔の姿。あなたは生きてる。それには、きっと意味があるのよ。ちょっとキスしようしそうだったけどね。ちょっとね。まあ、多分ここでキスしちゃったら多分トモヤアフターのバッドエンドみたいになっちゃうな。伝わらねえ。絶対伝わらないと思うけど。わ、トラガルは外で待ってたんだ。ああ、かわいいやつめ。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうしてみると、若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。こう見ると結構足防具かっこいい。え、待って、変わってない？タッコをお継ぎになる。なるほど。よく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。うわ、防具変わった。これは嬉しい。でも良かったんですか。思い出の品だったのでしょう。めちゃめちゃかっこいいじゃん。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。でも父上の装備なんだ。うわー、ゴーストブツシマを思い出される。よく似合ってる。かっこいいよ。感謝します、ハンナ様。いいんじゃない、赤と青で。そして白と黒、真反対だよ。こちらこそ、まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸を多からんことを。あなたもどうか元気で。おっと、めちゃめちゃ武器防具が。北門を出れば
え？武器もくれるの？なんだったら自動的に変えられてるし全部変えられてるよ。おお、俺が作ったやつ、まあいいけど、すでにガルーダで秒だったわ。そのお姿、殿下。ここ、いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。なんで拒否るん今度は。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。まあ、ああよかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。どういうこと？ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。思ったけどこの人の声優さん結構よく聞くやつだな。聞く人だな。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、なんか文章が濃いように見えたけど気のせいかな。ロザリアがダンブレクの独領となった時の混乱で決め事もうやむやに。なんだ後ろのやつ、なんかちょっと仲間になるような風格があったぞ。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。まあ、でも今返されてもって感じじゃない。そこで様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。一応肩書きみたいな。それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、一目ね、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。いや、この村には多分そういう人が多分いっぱいいるんだと思うな。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。父上か。びっくりした。あなたはもともと、なぜため息つくないと思う。よく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。冬を越せるかわからんぞ。お年寄りの方はいないわね。村尾さんに約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。少し探してみるか。そうね、この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。はい。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの？よっしゃ、知らないね、俺たちのこと。人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？
いつも井戸のそばにいるおじいさんのこと。話してる途中だけど、後ろでこんなごっつい人いたらこんな声で喋れねえよ俺。萎縮するわ。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。俺敵はおばあさんかなと思ってた。ありがとうございます。探してみます。あ、出た。このさっき後ろでちょっとガタイ強そうな。何か用かい？私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？ああ、あのじいさんかい？そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？昔ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。君のレザーの服が肩パッドにしか見えない。君のレザーの服が肩パッドにしか見えない。パトリックならどこにいるか知ってるかもしれん。あいつは長いことじいさんの面倒を見てきたんだ。厩舎にいるはずだから声をかけてみるといい。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。ジル、すまない。君にばかり村人の相手をさせてしまって。気にしないで、念のためよ。そっか、パトリックさんに話を聞きましょう。ベアラーの刻印あるからか。あくまで女の子の方が話せば、このベアラーのね、主人公の主人っていう感覚になるもん。困ったな、どこへ行ったんだろう。もしどうかしたんですか？僕が目を離した隙にベアラーが一人いなくなってしまって、いつもの井戸のところにもいないし村の中じゃないのかな。自分の肩パッド気にしてた。俺のあれ見ちゃ聞いちゃったか。パトリックさんで？はい、そうですけど。そのベアラーというのは昔ロザリス城の調理場で働いてた方では？ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです？そうですか、村尾さんに。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか？大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つと言って出歩くことも増えていて、年のせいか判断もつかなくなってて。ちょっと認知症的なあれか。わかりました。私たちは外を探します。パトリックさんは引き続き村の中を。ありがとうございます。よろしくお願いします。だからなんか料理の真似事とか、ずっと井戸のところにいるとか、ちょっと気候っていうかね、行動がおかしいっていうことだったんだ。探してみよう。ポーション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 。あー、だってポーションがこんなにないのずっと見てないよ。あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。魔物が。もう先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。ええ、分かったわ。おいで。終わりだ。ナイス。今日まだレベルアップしてないね。まあボス戦とかやってないからなんだろうけど。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下、エルウィン殿下、ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。クライブ、ここはねって場合でも正しい判断ができる状態じゃないし。ああ、
随分待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。これが生まれた初めての王の立ち振る舞いだ。これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。でその時にベアラも全部引き受けるんだ。待っておりますとも。いつまでもいつまでも。いやこれはちょっと熱い約束だね。エンディング後にここに来ることできんのかな。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。それでなんかここ一帯は秋っぽい情景だったんだ。家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。いやギリギリだね。そんなことに俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。まあ母親がいるからか。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。そうだね、シドがいるところだったらね。ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。いってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様。どうかお気をつけて。でこの流れだったらなんかあんまり主人公は最終的に王を引き継ぐみたいな、そんな感じじゃないけどね。そしたらあれなんかな、あーやべ、ミスった。この先はバハムートとオーディンの国々が戦ってるところ、あそこに行くんかな。あ、これが黒なんだ。もうなんだろう、植物とかがもう全部黒いんだね。死んじゃってるんだ。おお、ひとたびこうなれば何も生まれず育つこともない。まさに死の土地か。まあレコードキーパーも面白かったけどね。リアルタイムで常に相手が攻撃してきて、こっちはコマンド操作でやんなきゃいけないっていうのは、ま、めちゃめちゃ、うん、面白かったけど、まあ、フロムゲーとか好きな俺からしたらこういうのがめちゃめちゃ合ってるから。フェニックスゲートだ。ああ、そっかそっか。自分の崩壊した自国へ戻るっていう話だったわ。ポーション、あ、ポーションだった。見てなかった。よかった。行きましょう。あの日にもう一度。そしたらあの日主人公に見えてたあのマント野郎の詳細もわかんのかな。さすがに弟いないでしょう。とかこのその紋章があるってことは、ここでボス戦、誰とボス戦するんだ。さすがに弟とボス戦しないよな。
お、いいぞ。そうね。相手がね、めちゃめちゃ動けるね。相手だとしても、女としての、女性としてのか。紳士的な立ち回り、いいですよ。好感度爆上がりだ。足を踏み入れる者など誰もいない。きっと、あの日のままなんだ。あ、はいか。あの時のフェニックスの。調べてみよう。あ、歩きだ。これは。なんて。ぐ。何これ。エクリプスメタルでも落ちた？世界観的に合ってるからな。エクリプスメタルでも全くおかしくないぞ。え、でもこんなだったっけ？でもフェニックスに対して最後イフリートがとどめ刺したけど、こんな感じだったっけ？トルガル？まさかクロマットが。クライブ。ああ、弟と戦うのか、マジでここで。ここで？あいつは真実を握ってる。追うんだ。まあまあまあ、すぐボス戦に入ってもおかしくないぞ、ここ敵いないから。こんな中で戦えないんですけど。もうトゥームレーダーに出てきそうな遺跡。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ワープ使えるのかな、フェニックスの力だと。ここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。そういうこと。ああ、確かに言ってたわ。その日、ジョシアはここで。この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。何の？わかるの？まだわからんな。もう一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。わ、でも今もうどっちもドミナントだからね。いけるぞ全然。しかし奴はどこへ。弟はフェニックスのドミナントだからね。この先にいんだろうね。まさかフェニックスはもういないんだぞ。イフリートのドミナントでも一応火の召喚獣だから。いけちゃうんだ。火だったら何でもいいんだ。フェニックスの祝福。あくまでフェニックスなんだね。イフリートとは言わないんだね。ああ、行こう。
まあまあまあ、他に火の召喚獣いると思ってないから、誰も。誰も信じなかったです、最初。え、いや、フェニックスいるから他の召喚獣いるわけないじゃん、火の。っていう。おっと、BGM があるということは、どこかに BGM の宝箱があるということだ。見つけなければ。うわ、すげえ。うわ、すげえ。いや、もうボスじゃん。過去の遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだな。あの、セーブするの忘れてた。セーブしとこう。こんなところに通じてたなんて。来るぞ、弟が。いや、でもさらに奥ありそうだね。フェニックスのあれじゃない？カゴ的なあれが発動してんじゃないの？いや、動くそう。動くよね。まあでもモブ戦だな、これは。まだ、いや、でもここ窓守ってるぐらいだから多少強いか。何？パグって名前なの？かわいすぎん？お、BGM かっこいい。まあ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 。いや、あとなんかもう一段階ぐらい敵いそうだな。これちょっと弱すぎるね。あ、いるね、敵ね、目の前ね。どんどん強くなっていく系だ。お、ライトセーバー使っとる。それはライトセーバーすぎるだろ。ちょっと今なんか倒され方がスターウォーズのあいつっぽかったかな。なんか灰色のあいつら、名前が出てこないけど。この遺跡自体がまだ動いているのよ。でもこれは何なんだ。なんで俺に歯向かってくるんだ。防衛システムって名前なのか。なんか今FF にそんな、いや、全然違かった。普通に魔物の牙、魔物の牙っていうコマに使わしくないけどね。魔物の牙って感じじゃないですよ、ここ。なんかできれば、なんか遺跡のなんとかみたいな、ここ専用の武器作れるみたいな。そういうのを求めてますよ。お、ちょっと強そう。いいじゃないの。ガーディアン。今のダメか。今結構ジャスト回避。あー、もうそうだ、今使っちゃった。よくよけた。危ねえ。でもこいつはよけやすいな。それはどうやってよけるんでしょう。いや、これはガルーダで。いけ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 、押せ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 。無理やりすぎたな。やべ、いや、こいつ強いぞ、普通に。いや、それむずい、避けんの。避けらんないか。さあ、これでジャストガード。はいはい、一回避ければいいのかな。いや、ちょっと早すぎた。あー、イエーイ。危ねえ。ちょっと急ぎすぎ。これ終わったらポーションくれ、これ終わったらポーションくれ、これ終わったらポーションくれ。ポジション、おお、しょぼすぎる。さあ、どんなボスだ。え、なんか遺跡系だろ、さすがに。なんか、え、なんだこい
あ、ボム。いや、こいつ自爆するんだよな。フラグビンビン、失礼します。当たってない。いや、こいつ多分死ぬ時に HP が少なるとなんか爆発するってかいう、そういう仕様だった気がするんだよね。よしよしよし。一応さっきのじゃあポーションがあったのが今でもう中間地点的な感じなのかもしれない。あの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも1500ギル進んでみるしかないわね。どうせボス戦なんだし、はどうしよう。ボス戦の時はさすがにガウジ 15% アップ強いだろう。さすがにガウジつけとこ。あー、セーブするか。とりあえずこいつ倒してからが、いや、あー、セーブさせて。ここぐらい。いや、ミスった。食らってるし。ちょっとポーション使っとこう。どうせポーションもらえる。どうせポーションもらえる。もらえなかったら無理。もらえなかったら発狂する。もらえなかったら発狂するからね。くれ。はい、ポーションとポーションくれ。こいつらの武器使いたい。あ、これは、まだ？ちょっとセーブさせて。これは、いや、でもポスかな。ポーション？ハイポーションか。所持数マックスポーション使っとこう。うわ、ボスだ。誰だ。見たことないやつが出てくるのか。ん？降りてくんの？何それ、ちょっとゴルベーザみたいな。あー、お前か。名前忘れちゃった。名前なんだっけ。うわー、なんかいたいたいた。かっけー。鉄強人か。あー、分からないタイミングが。ここじゃない。いや、全然違うわ。あ、逃げ気ね。なぜか避けられたけどね。これ一回使ってまず普通に避けていこう。 OK。 一回踏み込んでからの、あー、ちょっと気持ち早めだね。うわ、遅い。それがちょっと苦手っぽい。これちょっと早めだね。それ逃げ切してこない。ここ。うわあ。いや、一回ハイポーション使おう。大丈夫。後半で食らわなきゃいいだけ。前半はおやつおやつおやつ。こいつに、あ、こいつだったら勝てるかもしれないなっていうね、余裕を持たせる。余裕を持たせる。そこの隙をつきついていく。ジャスが決めていくよ、今度は。でも、携帯変化しそうだね。何？アトミックチャージ。誰をすればいいの？攻撃すればいいの？おー、遅い。でも、もうゴリ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 。ここね、ここね、うん、分かってたんだけどね、おじいちゃんすぎてね、お手元がおぼつかないのよ。そう、避けられてるんだ。空中は無理、空中は無理。おい、お前回復なんかしねえよ。
一回やられたら死んじゃう。一回やられた。押せ押せ押せ。よし、いける。行ったれ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 。おお、いける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 。全然削ってね、全然削ってね。よーあれーナイス、あぶてー。いやでもクソ楽しいこいつ。よかった、回復使わなくて。やっと22か。なんか初日で込めて22で、今22レベルですっていう人いたな。ここまで進んだの初日で。早いよ。なんかこいつ、そのうちモブで湧きそう。止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。じゃあ弟と戦わないのか、さすがに。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれは。いやなんかまだバトルありそうなんですけど、まあまあ回復薬まだあるから大丈夫だけどね。何かの壁画かしら。なんかいっぱいあるんだけど、ポーションらしきものが。3回ぐらいボスラッシュする？もしかして。全部鉄の武人じゃねえだろうな。なんかデモンズウォール出てきそう。ここではないだろうけど、最後あたりデモンズウォール出てきそう。誰？全く分かんないの出てきた。こいつはなんかエイペックスのパスファインダーのスキンのやつみたいなの出てきた。リッチ、お前がお前がリッチだろ。全然闇っぽくないんだけど。おい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 、ちょっとこいつ強いぞ。もう分かる、すでに分かる、こいつ強いわ。ダメかー、ジャスが反応しないか。前に詰めてね。オッケーオッケーオッケー。リッチそんな強くない。こいつ今までに見たことのない魔物だ。リッチちっちゃくない？リッチもっとでっかいイメージあったんだけど。ご利用していけ。これをなんか作動させる系なのかな。下行くの？これは違うわ、よかった。迷子になるところだったわ。巻き込み。いいよ、超巻き込んでるよ。いいね。めっちゃトラから吠えてるやん。どうした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 、もういないよ。光が。何か意味があるのかしら。まあなんだろう、ゲーマーすぎてなんかもう。意味あるものでしかも考えられないけどね、これは。あ、でもなんか奥あるな、道つながりそうだな、これ。出てきてはすぐ縛られ。久々に出れたと思う、多分1秒ぐらいしか外出れてない、今の柱。おー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 おお。あ、やっぱ出てきたわ、橋が。先そっち
って最終的に上行くみたいな感じかな。これを渡れってことか。そのようね。あっちもあんだよね。ほら、あそこ。で、上行って、で、上行ってって感じかな。あそこが最終決戦っぽいな。とりあえず行こう。ちょっと待って、ガルー？待って、バハムート？なんだあれ？バハムート？どうやら行き止まりだ。おい。クライブ、これって。なんかデモンズウォール出てきそう。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型のも。あ、これ幼少期にあっためまいだ。耳鳴りか。で、この状況の時にマント野郎が出てきたんだ。この状態でマント野郎が、おっと？スタンド使いにまたなりつつある。ちょっと、そういうことできちゃった。出てきた。あ、じゃあこいつ神様っぽいな、やっぱり。やっぱりって何回使ってるかわかんないけど。お前は何者だ。この遺跡の、かたどってるやつだろ。それとも、いや、あごひげなかったってさっきまで。いや、てっきり13年前の自分出てくるんかなと思ったら、まさかの今の俺だったわ。どういうこと？これもしかして13年前じゃね？やっぱそうだ。これはあの日の。上司だ。やめろ。ダメだ。やめろ。結局このイフリートは誰なのかって感じだよ。ああ、このシーンあった、このシーンあった。最後貫けされちゃうやつだ。守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のように、この事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。
お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。なんでこうなったのかってことなのか。力をもらう？何の？イフリートの？でもイフリート自身にはもう慣れるぞ、主人公。おお、動き出した。え、こっちを認知してんの？お前と戦うんかい。思い出だけにとどまっててくれ。記憶のお前と戦うのかよ。さあ、よろしく。クリューゾークラッシュ。やっ。あ、尻尾攻撃きそう。ナイスー。なんで食らってるん。避けたと思ったんだけどな。避けてんのか避けてないのかわからない。避けてない。いや、難しいぞこいつ避けんの。尻尾当たってる、当たってる。ジャスができる、ジャスができる。俺だったらできる。よし、いや、そうだよね、テイクダウン取れるよね。取れるのかテイクダウン。いや、これはガウジやるしかないでしょ。押しけ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 。いけるいけるいける。ああ、コマンドを間違えた。よし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 。いや、でもなんか終わりじゃないだろ。お前の携帯もすでに見てるからな。ああ、消えてくれた。よかった。これであれかな、なんか己を乗り越えたってことでいつでも、うお、終わんないよね。地獄の豪華っていう必殺技がまだ来てないもんね。お前かい。そうか、受け入れたくないよな。この今だって逃げ出したくなる。対人戦だ。ダークソウルで身につけた技術をここで使うぞ。なんで？よいしょ。これはね、やっぱね、対人戦っていうのはね、後手に回った方が強いんですよ。いや、そういうのは聞いてないよ。それ間違いだ。ちょっと待てー。いや、これカウンター取りに行こうとすると逆に難しいな。普通にこうやって避けてる方がね、やりやすいまである。次でやってみるか。ここかな。かった。待って、俺もうちょっと削ってるかなと思ったから。かたお前。1、はいはいはい。これちょっとハイポーション使わなきゃ無理だ。コマンドアクションだ、久しぶりの。うわー、かっけー。 俺が慣れない携帯になってやがるこいつ。え、あれじゃん、パッケージの防具じゃんそれ。なるほど、まだ足りないって言いたいのか。うわっ、
一回これやっとくか。外しちゃった。この角度見えない。この角度見えない。危ない危ない。間に合い方よく。ナイス。地獄の火炎来たー。やばい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 。吸い込まれる、吸い込まれる、吸い込む。ダイソン、ダイソン、ダイソン、ダイソン。食らってる？食らってない。よし、あぶねえ。くぅ、タイミングわかんねえ。あぶない、それはやらせないよ。まだ終わんない、まだ終わんないよ。分かってるけどね、分かってるけどね、体がね、言うこと聞かないんです。いけー。いや、まだ終わんねえ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 。はいはいはい、やべ、やるの忘れた。イカポーション使おう。コマンドアクションさせてくれ。モンスターの自分がこの形態になれるってことは、自分も最終的にこれやれるんじゃね。心配か。大丈夫、逃げたりしないさ。あ、もしかして自分もなれるのか。それとも一緒に行こう。来た。受け入れろ過去、自分の全てを。何そのゲージ。あっ、うおー、なった。この携帯に自分もかっこいい。えぐいえぐいえぐい。おいおいおい、前へ進むと決めたんだ。ラスボスかよ。これ戻ってくるでしょ、ここ。あ、よ、あ、モーション全然違う。めっちゃかっこよくなってる。ご両親ご両親ご両親、避ける。もうラッシュの方が多分強いだろこれ。もう何やってるか分かんない。これガウジできるのかな。ガウジしない方が強そうな気するけどな。まあ一応ガウジやっとこう。もう早い早い早い、ガウジよりこっちの方が多分強そう。負けるかよってパターンだこれ。え、何？あ、その携帯になるんだお前も。あー、じゃあね、こっちもやらなきゃね。召喚獣バトルしようや。上がらないわけないじゃん、こんな見せられて。うわー、すごい。ベヒーもそう思います。いいぞ、いい。ワンパンチが火力高え。負けるな、負けた。本物は俺だ。ナイスアッパ。お、あ、最後その携帯に。かっこいい。あ、鳥肌えぐ。いや、これはかっこいいわ。何それ。召喚獣フリーズの力を宿した結晶。火をまとってるが、
触れてても火傷することはない。あ、イフリートの武器を作るっていうことか。完全に力を手に入れるための過去の生産みたいな感じだったのかな。え、これ喋ってんの俺イフリートなんかな。イフリートっぽいなこれは。いやでもまだ意地悪するじゃん。なんかナルトのキュービーみたいに感じてきた。これは円影って読むの、日陰じゃない円影って読めばいいのかな。クライブ、どうしたの。ジュン、なんでもない、大丈夫だ。逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。え、終わりなのここ。最上階はあいつ何なんだろうね。ちょっとイフリートっぽいけどね、これなんかちょっとうさ耳じゃないけど、そういう感じは。え、俺もしかして1個行き忘れた。クライブ、どこか具合でも悪いの。さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからもその事実から逃げ続けていた。だけどここへ来てようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライブ、いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ、なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。火以外はいんのかね。土とか雷とか似たよね。探しましょう、二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくてもまっすぐに前だけを見て、昔から変わってない。もう気持ち溢れちゃう、そんなこと言われたら。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。エンディングは抱きしめ合ってくれよ、さすがにな。見てるよ、なぜここに。
あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。なんか弟は弟でなんかお兄ちゃんのためで裏で動いてるそうな感じだね。タジボーク城、まだわかんないの出てきた。わーすごい、タイラントのドミナントっぽいの出てきた。タイタンか、絶対タイタンのドミナントだろ。これあれじゃん、あのガルーダのドミナントとちょっとイチャイチャしてたやつじゃん。誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによればシドの一味の仕業とのことで。あ、ガルだから、あのお姉さんが殺されたっていう報告を受けたってことか。その遺骨なんじゃない今の。おとなしくしていたから、見逃してやったものを、よくもあのネズミザモメが探し出せ、苦しめて苦しめて苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け、ただちに。まさか首？これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らをシドのところで保護できればそれが一番なんだが。頼れるつてってところね。タイタンのドミナと人影っていうのやめろよ。人影にしか見えなくなってきちゃうじゃん。やめろって。めちゃめちゃまあいいスキンヘッドじゃないけど、ああとかなんか思ってたけど、ちょっと人影に見えてきた。元ネタとかないですよ、もちろん。また何、トラガル、トルガル。トルガル、どうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。もしかして、うわー嫌な予感がする。すげー嫌な予感がする。だってここあれでしょ、さっきのおじいちゃんとか将軍の奥さんがいた町でしょ。嫌な予感がする。うわー、きちいって。貴様ら一体何をしてる。間違えた。うわあ強い強いぞ。貴様ら何者だ。あぶれ、対抗派は全員殺せ。対抗派だと、それは村、これなろうかな。敵多いし。いや硬くないお前。なんか普通にこれ難易度高いんだけど。使おうかな。これ自動回復するでしょ。え？ちょっともったいない。まあ一体残ってたじゃん。トルガルがやったのかな。お前にやりたかったよこの技。おいおい、三角頭みたいな出てきたって。村人ごと焼き尽くせ。タイミングよ。あ、残ってる。使ったろ。いや
いやでもやっぱでかい敵あれだな、巻き込めないな。あ、カウンターいけたんだ今、よくわかんないけど。これ使う、え、硬くねお前。あー、よく避けた。オッケー、いや強かったこれ。普通にもう一人の僕と戦うより強かったわ。え、うわー死んでる。マドック夫人まで。かきつ。いやちょっとワンチャンちょっと話す機会、最後に話す機会ぐらいあるかなとか思ったけど。くそ遅かったか。ガブ、クライブ、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴らベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて、もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ、母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちで。ガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。わかった。シド合流なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、丁重に弔っておきます。してあげて。頼む。よし、行こう。なんかベアラーも逆な気がしてきたけどね。なんか奴隷として扱われてるけど、やっぱ本来逆なんじゃないかな。身分が逆に上の立場だよね。魔法使えるんだもん、クリスタル使わずに。刻印があるだけで、なんか悪いことを起こすわけでもないし。シドの一味め、奴らの隠れ家を見つけさえすりゃクプカ様に取り立ててもらえる。あいつクプカって言うんだ。うわー嫌だよ。かしかしね、なあそこの今ちょっとチラ見したけど、おお、いるんか。ジル、相変わらず賑やかだな。ここはどうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえ
どんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。頼むから最後までゴールにしてくれ。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。おお、ここでこの BGM か。何をするつもりなんだ。ザンブレク公国、そのコートオリブルに潜入する。これさ、なんか FF トゥエルブじゃないけどさ、主人公シドに見えてきた。クライブじゃなくて主人公シドに見えてきたんだけど、俺本当の主人公こっちなんじゃないかな。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。バルフレアか。そう、バルフレア真の主人公だから。の広がりは蒸気を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねる。生きてんじゃん。待って、山地さんにキャラやってんの。ゲイか。いや別だよね。手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。ユリアルロー教科に近づいてくんだけど、クリスタル自治のオールバックになった。お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たん。そうおっしゃいましても、条約を犯すなど、ここで危険を犯して一手を立てる必要が。黒の一帯に土地を。今の重そうだったね。このコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの、なんかあの花意味あんのかな。ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは。ご賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い。言い訳スタート。一斉に言い訳スタートするじゃん。おもろ。我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし、ゲイカ。ゲイカ、どうかお考え直しを。今こそ塩である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。ですが、それは神のご意志ならば。グリゴールはちょっと聞いたことないな。この世界の神の名前なのか。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。ことの支度を急げ。
ディオンはどうしている？大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらばすぐにでも戻られるかと。今なんて言った？ディオン？ああ、あれだ、バハムートのドミナントだ。しょうがないのこれ。構わん、戦の傷を癒せと伝えておけ。戦役、またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということはマザークリスタルが黒の一体の原因だとでも。正気か？こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。黒の一体は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。なんかマザークリスからクリスタルからなんか5個のね、火雷みたいな感じで分かれてるみたいな感じだった気がするけど。そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる？各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがにわからんがね。マザークリスタルは神聖な存在、俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけばこの世界は黒の一体に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。先にこっちを片付けないとってことなんだ。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか？もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。